吉梨選手は女子格闘技の一時代を築いてきた選手なので、はい、今日は非常に楽しみですね。どんな戦いぶりを見せるのか。一方橋本さん、はい、浜田です。はい、入場の感じを見るとかなり度胸ありますよね。やっぱり、笑ってましたよね。ずっと最後まで笑顔でしたね。こちら2試合目なんですけどね。さあ第1ラウンド、しなしさとこと浜田がいきなり突っ込んできた。浜田以下、おるころ、いらしてさすが、これが柔道の技で、さあ腕を取りに行くのか、十字に行くのか。十字の女王はしなしさとこがサイドポジション、浜田以下が下に入っています。紫のペアが浜田、腕はしなしが取らない。実は腕しぎは絶対に決めないんだと言っていました。カウントで勝負を決めるんだと実は昨日の計量など話していました。練習中にマッハ道場の関係者から、お前は十字を決めたら引退だというところまで言われたそうです。ですから前回の復帰戦も十字を決めかけてしまったんだが、あえて離してカウントで勝負を決めました。カウントをずっと前回の試合後から練習も、腕には、いや指にはタコも、そして拳には穴も開いている品須聡子が上を取っています。トップキープ。ただ橋本さん、いきなり浜田も行きましたですね。いやー、気合入ってますよね。格闘技歴は本当に浅いんですけども、はい、仕事も辞めてバイトも辞めて格闘技の練習しかしてないらしいんですからね。今キューダムエルガイズで格闘技を始めまして、11月の横浜大会ケージの大会でデビュー、圧勝でした。十分ですね、品須選手。さあパウンドで本当に行くのかどうか。いや、美咲さん、はい、いきなりこの攻防ですけれども、そうですね、十分ですか。そうですね、品須選手はマウントになりましたね。浜田選手、ここから脱出したいですね。脱出必要なことは、まずもうここから、動いて隙間を作って、スタンド一度立ちたいですね。はい、これがこの MMA を2戦目の浜田。ちょっと先ほどの笑顔が歪んできた。しらしが問答無用に振り下ろしてまいります。足をほどいて、ちょっと固まっちゃってますね。そうですね、ちょっと体勢を変えていくか。こうなるとしなしは今左手がロックされている格好です。また動きました。これは外れますね。さあマウントになった。殴り合いをしましょうと話していた通り、かなり一方的になっている。殴ったカウントをぶち込んでいく。止まるかな。浜田がちょっと動かない。浜田動かない。しなしが殴る一方だ。エビかブリッジカメになったらになりますね。はい、なんとか立てるか。後ろから回り込んで、あでもただ浜田もまだ右の手を出していきます。何か動かないと止められてしまいます。はい、まだ決めない、まだ決めない。品師は何かもう自由自在にこの浜田の上トップで、そうですね、ディープの最近代表曰く、品師選手が言う殴り合いは寝技の打撃のことだろうと言ってましたからね。そういうことですね。さあもうここは右と左のパウンドを太鼓を叩くように打ち下ろしていく品師聡子。ここはでも中心アームロック何回でもいけると思うんですけど、いかないですね。いけるチャンスいくらでもありますかね。ちなみにこれも佐伯代表が言ってたんですけども、アウト目を狙うんじゃないかとすら言ってましたからね。十字ではなくアームロックか。サイドに入って膝、今度は集まらん。今選手バランスがいいですね。やっぱり一号三号の経験がやっぱり非常に長いですから。ただ浜田の十字に行きました。腕が完全に伸びたが、浜田は屈しない。まだ屈しないが伸びました。ここで十字を出させた浜田ということになるのか。しかし品師聡子、母は強し。やはり母になっても関係ない。浜田は最後の最後まで我慢をしましたが、ここは品師余裕の勝負に見えました。3分29秒、熱心の品師が帰ってきました。橋本さん、まずいかがですか。そうですね、圧勝だったんですけども、最後腕十字を出さざるを得なかったのか、それとも自分からもうこれでいいやと思って出したのかって気になりますね。はい。